吉沢恋。14、選手、兄の影響で7歳でスケボー開始、公園にいた人がコーチ、教育方針でスマホを持たずたスケーターの情報なし、東京五輪をテレビ観戦中、親が金メダル獲得選手を見て、これ、ここがやっているやつじゃない、東京五輪決勝で西矢椛選手が見せた大技、ビッグスピンボード、を小学5年生でマスターしていた吉沢選手、本当だ、公園でいつもやってる技だ、もしかして私も金メダル取れるかも、ガチで金メダル獲得、今ここ、ガチガチの天才、公園にいたやつは何者なんだよ、スポーツ漫画でよくいる野生のコーチ、どうせ武将ひげの酔っ払いなんやろ、伝説のスケートボーダーだったんやろその人、地元スケボーショップのおっちゃんや、漫画なら怪我で表舞台から去った世界的天才プレイヤーポジションの人やん、何をモチベにやってたんやろ、単純に楽しい面白いのみだったらマジですごいな、14歳なんてそんなもんやろ、だからこそ強い、公園には無限の可能性があるからな、スケボーは競技後エキシビジョン的なのやってほしいわ、バンバン大技やりそう、ブラボー。